やってきました。ヒュージゴマ教習。今回のキャラクター編成、1番猫にぎり、2番猫カンカン、3番猫ボンのパパのパパ、4番チュンチュン、5番グラビティ、6番ゴム猫、7番猫ラーメンド、8番猫キノコ、9番テルン、10番白無垢の御霊様となっております。では警戒レベルマックスへ、いざ出陣。コンボ猫ボンボン、働き猫の初期レベルアップ、ボンボン猫ボン猫ボンボン、初期所持金アップ、妖怪バスターズ警戒力アップ、浮気調査警戒力アップ。このヒュージゴマ教授、これなどういう発音かわかんないんですけど、ヒュージゴマ、ヒュージゴマ教授、思いがけず順調に進んでいきまして、レベルマックスまで来たので今回録画してみてます。テルン出ました。今回はですね、コンボで生産性を強化してるんですけども、他のみんなもいっぱい出したいけど、テルンを早く出したい、何体も出したいっていう気持ちが大きいです。出た、お腹にね、埋め込まれちゃってる。ヒュージゴマ、ヒュージゴマ、ヒュージゴマ、超生命体、超ゴマ、なんて呼べばいいの、みんななんて呼んでるの、ヒュージゴマって呼んでるの。なんかね、この埋め込まれてる系はちょっと気の毒でね、でも倒したいです、頑張ります。チュンチュン出陣。時々奇妙な声を上げているのはテルンです。ちょっと真似できないんだけど、奇妙な大声がね上がるのはテルンです。渾身の一撃でねの時に声が上がってます。真似はできるかもしれないけど、真似したのをネット上に載せる勇気がない、勇気はありません。ちょっとヒュージゴマ城まで来てるよ。ちょっとみんな大丈夫か、みんな今だいぶ固まって城を守ってるから、ちょっとねここで踏ん張って、みんなここが踏ん張る時だ、頑張って。あれ、ちょっとこれグラビティになってますもん。グラビティはゾンビにめっぽう強いのがグラビティで、今回はエイリアンがね相手なので、エイリアンとゾンビの動きを止めるグラビ第二形態にするべきでした。おお、ゴマちゃん消えました。ちょっとあとはもうね、エイリアンたちをね倒して城に進みましょう。やったー、超生命体ヒュージゴマ獲得。ら、EX ステージが出現しました。行ってみます。いただきの樹海、これはどんなステージだ。赤い豚が出てきました。これは赤がいっぱい出てくるステージかな。ちょうどね、今赤に強いメンバーがいるので、このままここも行っちゃいましょう。出た、赤い文太郎、なんだっけこれ、ちょっとなんだっけ、ペロリンチョ。あー、赤い豚で油断していた。赤い文太郎とカルピンチョが出てきました。文太郎2人目出てきた。
なんかいつもね、御霊様に負担ばかりおかけしてすいません、感謝してます。よし、ヘルンと御霊様がね、カルピンチョたちに足止め思いっきり食らってます。このステージで何もらえるんだっけ。だいぶだいぶね、敵が減ったぞ。残りは赤い軍太郎一人消えました。ダメージ軽減赤をもらいました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。